でまず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝の方を振り返っていきたいのですが、そして最高峰からスタートでした。このあたりいかがでしたか？後ろが取れたら後ろから攻めたいなっていう感じです。前を任せた脇本選手はジャンマイカの先行でした。そうですね、すごいかかってたと思います。後ろついてて足的にはいかがでしたか？全く余裕なかったですね。途中犬伏選手が迫ってきて、そのあたりいかがでしたか？一人で全部脇にやらす感じになって申し訳ないです。ちょっと横に立った動きがあったかなと思うんですが、若干というか、あれ以上行くと離れるような感覚があったんで、あれで精一杯です。それぐらい脇本さんの出来が良かったですか？すごく強かったです。まあ、今回ラインで立ち上がったわけですが、そのあたりいかがでしょうか？まあ、ライン2射でワンツーなんで最高の結果になります。地元大阪ファンの方の声援いかがでしたか？毎年ですけど、すごい励みになります。ちょっと今回その期待にさらに応えたいと思います。まあ、明日もちょっといい結果出れたらいいなと思います。予想して今の調子いかがでしょう？自分は悪くないと思います。決勝戦に向けて何か対応したいことや修正点ありますか？しっかり疲れてるかと思います。はい、では決勝どう戦う予定か教えてください。まあ、まだメンバー出てないんで、与えられてる時間があります。では改めて意気込み聞かせてください。はい、明日も成果があります。はい、ではまず決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。準決勝の方を聞かせていただきたいのですが、まずちょっと早めに初感をかけてまあ、犬伏君の動きをしっかり、まあ、見ながら、まあ、レースをしようというふうに思ってました。まあ、そうですね、ちょっと距離長いなというふうに思っていたんですけども、まあ、腹をくくって先行できたかなというふうに思います。2着権利のこういう状況で、まさかああいう選手が見られるとは思ってなかったので、ちょっとどうですか？ただ本当に強気にレースをしようというふうに思っていたので、それに対してしっかり結果が生まれたのかなというふうに思います。足の方はどうですね？まあ、さすがにちょっと5走連続となると、まあ、疲労も多分だいぶ溜まると思うので、まあ、しっかりこうケアをして決勝戦に飛びたいなというふうに思っています。途中後ろからも詰まってきて、よく粘りきったなという状況なので、いかがでしょうか？かなり紙一重だったなというふうに思っています。まあ、そうですね、足の感じは変わらないんですけども、気持ちの面ではしっかり動いているのかなというふうに思います。まあ、とりあえずしっかりケアをして、疲れを持ち込まない方を意識してやりたいと思います。まあ、小翔君と南さんと話してラインの先頭で頑張りたいと思います。まあ、そうですね、去年に引き続き決勝に残れたんで、一生懸命頑張りたいと思います。はい、では改めて決勝戦の意気込み聞かせてください。はい、決勝戦も一生懸命頑張ります。お願いします。まず小原選手、決勝進出おめでとうございます。ありがとうございます。決勝の方を振り返っていただきたいのですが、奈良の地下鉄の形になりましたね。はい、そこは想定通りだったんでしょうか？並びで決めようと思ったところで、まあまあって感じですか？みんなスタートを取った位置のパターンとかをちょっと考えて、その中で。この後、山田とか大関君の形になりましたが、その辺りはどういった判断だったんでしょうか？藤井君は口が開いてた。入っとこうかな。どうしたらいいの？はい、自分でもちょっとびっくりです。それはコースが空いたから自分で出たという感じなんですか？後悔しないように。そんなチャンスいっぱいあるわけじゃない。前を向けてるので、うん、普通よりはいいかなと思います。決勝戦に向けて何かやりたいことや修正点あったら教えてください。特にないんですけど、
どんな遊びですか？強いの一言。じゃあ一緒に戦うことになって、どういう風にやっていきたいですか？ちょっとイメージはわからないですけど、ちぎれないようにっていうことをまず一つ、運営のベースになります。では改めて、挑戦者の そのチャンスもあるわけじゃないので、しっかりチャンスがあれば、狙っていきたいなと思います。お願いします。小条選手、初心者の方がいます。ありがとうございます。優勝の方を見ていただきたいのですが、まず、とても後方からのスタートでした。そのあたりは想定通りだったのでしょうか？想定外でした、ね。はい。はい。本当はどのあたりだったんですか？まあ、中段から行きたいって感じだったんで、任せたんですけど、まあ、ミスしたっぽいです。でもそこから平崎選手の動きに乗ってくることになりましたが、そういうこと本当に強かったし、本当に自分の利用不足で、平崎選手の方が来たんですけど、三上選手の追い上げっていうのはどういうふうに捉えていたんでしょうか？まあ、しっかり自分の横まで来たら張ろうと思ったんですけど、斜め後ろで止まったんで、まあ、降りたのも見えましたし、ゆきさんという後ろで、まあ、そこも冷静に見れてたんですけど、そうですね、あの藤井君がもうホームぐらいから、ホーム過ぎぐらいから来てるのもちょっと見えてましたし、まあ、じりじりじりって多分見えてたんで、その後ろ、審査も多分設置してきてると思うんですけど、まあ、しっかり決めたかって、まあ、止めるというよりかは、煽りを作るために1回振ったんですけど、もう寺崎の差し込みだったんで。久野さんが最後決める方に切り替えたんですけど、申し訳ないかなという感じですね。ちょっとラインとしての表が難しかったですが、今度は試合ということで、地元のラインとしてのプライドは考えますか？まあ、その1着に来るのが人気になってたので、まあ、とにかくしっかり1着を取らないといけないなと思ったんですけど、本当にプラセットもいいレースして、本当に申し訳ないです。ご自身の調子は今いかがでしょうか？今年入って一番いいと思いますし、今年しっかり頑張らせていただきます。3年間がかかります。ご覧させてください。まあ、とにかくしっかりこう脇本さん、後ろ回らせてもらいましたし、しっかり強い選手をして、まあ、そこから考えたいなと思います。